今回のビフォーもそうなんですけど、すごいとても静かなんです。これはあのスバルも言ってるんですけども、静粛性にこだわってたということで、とても走り出し、例えばアクセル踏んでもすごい嫌な音がしなくて、気持ちいいクリアな音がこう響く感じで、と気持ちよく加速を楽しむことができるんじゃないでしょうか。こういったコーナーなんですけども、まあ、ちょっと重量級ということもあって、そう機敏ではないんですけども、しっとりした乗り味で、サスペンションをかなりチューニングしていることだということなんですけども、すっと切って、まあ、柔らかく曲がっていくというような感じで、まあ、大人の味付けという感じじゃないでしょうかね。で若干飛ばし気味でも、まあ、収まりはまあそこそこいいので、軽く突っ込み気味でも、回ってくれるということで、スポーティーな走りにもさすがスバルということで対応した味付けじゃないでしょうかね。 B4 の方なんですけども、アウトバックに比べてやっぱり車重軽いということで、若干お尻の軽さが、まあ、微妙なところなんですけども、すごく軽い感じで、ただコーナーで曲がるときでも、アウトバックに比べて回答性がいいというか、スッと曲がる感じは B4 の方がかなり強いと思います。でエンジンの味付けはもちろん B4 とアウトバック変わらないので、違いは感じられなくて、このシフト、今回両方ともCVT なんですけども、ステップを最近スバル刻むようにしてると思うんですけども、今回、B4 アウトバックともにステップを刻んでます。それはすごく一般の AT みたいな感じで違和感なくて、それでいて CVT のヌルヌル感、が気持ち悪いという人いると思うんですけども、そういうのなくて普通の6段の、AT に乗ってるような感じで、こういう意味でも気持ちよく違和感なく走るんじゃないでしょうか。でこのパドルがついてるんですけども、パドルの反応も良くて、ちょっと加速したい時とかエンジンブレーキをちょっと強くかけたい時とかにスパッと反応が良くて、ダルな感じはしないので、こういう点でもイライラしないと思います。まだスバルもちろんこれもそうなんですけど、チェーン式の金属のチェーンを使って CVT を立てるということを搭載してるんですけども、前は初期の頃はすごい唸り音がすごかったんですけど、今回ほぼ解消されていて、全くキーンといったり違和感のあるような音がないのがすごく好印象ですね。